来てくれてありがとうございます。そりゃね、自分からの呼び出しだもん。大事な話があるとか言われたら無視できないっしょ。んで、あーしに話って何？話というのは他でもありません。IS クリスタルのリミッターについてです。それ、あなたしか知らないんでしょ？そうです。ですが、あなたにも関係することなのです。魔法は、ネプギアたちがいるこの世界を確実に守る方法があるなら、それをなすべきだと思いますか？なの当然！自分なんだし、聞くまでもないでしょう。そのために、私たちはこの世界から消えなければならないとしたら。それ、どういう意味？ IS クリスタルのリミッターを解除する方法はただ一つ。私たちの生体認証です。生体認証？そう、私たちさえいなければ、ネプギアにこの時間軸に希望が残る。もちろん、ただいなくなるつもりはありません。改良した封印装置を残していくつもりです。たとえ完成に至る前に私が消滅したとしても、設計図を残していけば、ネプギアなら完成させてくれるでしょう。私たちは別時間軸の同一存在です。接触すればパラドックスにより互いに消滅するか、どちらかに存在が統一されます。覚えているでしょ、私たちが接触した時のことを。接触？プラネタワーでは IS クリスタルを通して、そしてルウィーの高台では一瞬だけですが、私たちは直接接触した。一瞬とはいえ、互いの存在の消滅か統一か、どちらかの作用が働きかけた。ひどく頭痛に苛まれたでしょ。ルウィーの高台、じゃああれはあんたたちのせい？あたしはあんたたちのパラドックスにたまたま巻き込まれたってわけ？え？そいつから離れて、グレイシェスター！ユニ、ギアチ？ごめんなさい、グレイシスターさん。ちょっと気になることがあって。マホ、あんたには少し不可解な点がいくつかあるわ。何？ギアチーもユニチーもどうしたの急に？あんたが本当に魔法かどうかって話をしてるのよ。何？魔法ちゃん、初めてバズエンサーを倒した日のこと覚えてる？それじゃあこれはアーシが預かっておくね。イーズンにも伝えておくよ。マホちゃん、お願い。私とロムちゃんが見つけたディスクの破片のことを
イストワールさんに確認したら、そんな報告受けたことがないって言ってたわ。あったね、そんなこと。でも足だって忘れちゃうことくらいあるよ。私がラステーションで部屋に引きこもってた時、あんたはモンスターの攻撃を受けてずっと寝込んでないといけない体だった。それでもあんたはネプギアたちと一緒に行動してた。それは薬飲んだら体調がすぐに治ったんだって。ほらマジでも証明して。あんたを見てくれた医者に問い合わせてみたけど、あんたはずっとベッドで寝たきりだったみたいよ。診療記録も残ってるわ。真帆ちゃん、日暮さんはどうして真帆ちゃんを疑ったと思う？アーシがマジフォンの製造に関して誰かと話してたのを見たからでしょ。うん、研究所でアーシを裏切り者だと断定したのはその会話を見てしまっていたから。あの研究所にある映像はあくまでも確信を得る情報源に過ぎなかった。これもしかしてアーシー疑われてる？その通りよ、偽物。マホが二人？そう、マジェコンヌのスパイはアンリーだけじゃない。偽物の魔法、あなたもその一人だったってわけ。本物の魔法が近くにいるってのに随分と大胆に行動してきたものよね。いつから気づいてたの？気づいてたってより違和感があるから仲間同士で話し合っただけよ。まずはちょっといろいろ調べてみて。ん？通知？誰から？真帆からだわ。ダイレクトメッセージが届いてる。アーシはスパイだと疑われていることは分かってたからさ、ならとことん疑ってもらった方がいいかなって。あの時何してたとか、この時はこうだったとか、仲間と一緒にいた時のことをアーシはひたすら仲間に聞いてもらったし、たくさん話をした。アーシは記憶喪失とはいえ最近の記憶を忘れるわけじゃないからさ、なんかここ違くないってのが出てきたの。だからアーシの偽物が潜んでいるかもしれないって考えたんだよ。あなたは誰？マジェコンヌが変身した姿ってわけ？ちゃったか。本当に偽物？リミッター解除の方法だけは言ってほしくなかったな。満足？マジェコンヌ。まさかリミッターが設けられているとはな。道理で IS クリスタルがあらゆる干渉を受け付けぬわけだ。マジコンヌ！
ここまで黙っているとは。協力し合った仲なのに悲しいものだな。あくまでも協力関係なんだからさ、勝手に友情感じないでくれる？本物のマジコンヌ？おそらく本物でしょう。感じます、奴から IS クリスタルの気配を。じゃあ、あの真帆ちゃんは？さっきさ、私のこと偽物って言ったよね。私は偽物なんかじゃない。グレイシスターならわかるでしょ。私ら真帆は姉の代わりだったってこと。代わり？まさかこの時間軸の私？記憶なんて失っていないし、 PC 大陸で生まれ育った日々を全て覚えている。私から見ればさ、あんたの方こそ誰なのよ。足は。ではいい情報も得られたことだし、私はこれで失礼するとしよう。まさか貴様自身の生きた体が鍵だったとはな。教えてくれて感謝するぞ、グレイシスター。グレイシスターさん、こんな時に体が。無理しないで。ノム、ラム、みんなを呼んできて。うん。あの真帆がこの時間軸の真帆なら、私は誰なの？私がいる以上、大船に乗ったつもりでいなさい。私、全然疲れてないわ。さあ、始めましょう。また迷った時は地図をチェックよね。どこにいるのか確認しましょう。私が扉を開けるわ。疲れたのならいつでもおっしゃってください。あまり無理はしないでくださいね。
閉まってるよ。あれから早3日ですか。IFさんたち諜報部の人たちが世界中を飛び回って探していますけど、マシェコンヌの足取りは未だにつかめていませんね。IS クリスタルのリミッターを解除するには魔法の生体認証が必要なんでしょ。あっちの魔法が本当に魔法なら、普通に考えればすぐにでも大量のシェアを奪い取れるはずよね。ですが何も起きていない。サイズが小さすぎて入らなかったとか。お姉ちゃん、お洋服じゃないんだよ。わかった。実はあの真帆ちゃんはやっぱり偽物だったのよ。いえ、あの私は間違いなく本物でしょう。とある言葉を理解して使っていました。私は偽物なんかじゃない。グレイシスターならわかるでしょ。私ら真帆は姉の代わりだったってこと。その言葉を知るのは私自身か一部の教員たちですが、その教員たちはタワー崩壊を機に亡くなってます。体さえあればリミッターは解除できるのよね。はい、特別何かする必要はありません。私が私の意思を持って解除をしたいと命じる。ただそれだけでいい。逆に言えば、私が生きていない状態はもちろん、眠っていたり精神を操られたりしていても解除できなくなります。そう聞くと完璧なセキュリティね。ラステーションにも導入したいくらいだわ。他人の体を奪うなんていう反則技を持ったやつがいなければの話ね。そうなるとますますこの空白の期間が不自然に思えますわね。もしかして体の乗り換えってそう簡単じゃなかったりするのかな。何それ、時間がかかるってこと。だけどグレイシスターの話ではアンリが倒されてすぐロムの体を乗っ取ったはずよ。体の乗り換えに手順があるのかも。グレイシスターさん、マシェコンヌが体を乗り換える前後のこと教えてもらえますか。体を乗り換える相手は精神的に幼かったり何らかの理由で長く眠っていたものばかりではありました。長く眠っているもの。 IS クリスタルで復活したマジェコンヌが最初の体として奪ったのは私の姉、 PC 大陸の守護女神のものです。女神の体を奪ったの。道理で強いわけだわ。奪った肉体の強さがそのままマジェコンヌの力に還元されるのは間違いないようです。やっぱりこの空白期間の理由としては考えられませんね。他に何かありませんか。そうですね、アンリからロムへ移った時は一瞬のことでした。
アンリの体に入ったマジェコンヌを倒した次の瞬間にはもう。待ってください。倒した次の瞬間？はい、確かにマジェコンヌが体を乗り換えていたのは常に倒された後だったように思います。もしかして今の器が肉体的な死を迎えないと次の体に乗り移れないんじゃ。確かにそれはありそうね。だとしたら女神の体を乗っ取っていることが肌になっているのかもしれません。女神に肉体的な死をもたらす方法はほとんどありませんから。いろいろ辻褄が合いましたわね。マジェコンヌは女神に死をもたらす手段を探している。会議中に失礼します。たった今浮遊島へ向かうマジコンヌの姿が発見されたと連絡が入りました。浮遊島ですか？なぜそんなところに？なんでもいいよ。今度こそメリコルヌを追いかけてやっつけちゃえば。もはや名前が原型をとどめてないわね。でもやっぱりマジェコンヌが何をしようとしているかは気になるよ。浮遊島、女神を殺す力。そうか、マジェコンヌの狙いはゲハバーンです。どういうこと？あ、そういうことですか。ゲハバーンは女神の命を吸って力を得ます。逆に言えば女神の命を奪うことができる。そんなものがマジコンヌの手に渡ったら最悪じゃない。急いで止めに行かないと。すぐに出発しよう。しかしなぜマジェコンヌはゲハバーンの存在やその在りかを知っているのでしょう。イーズ、ゆっくり考えてる時間はないよ。そうですね、皆さんは準備ができ次第すぐ浮遊島へ向かってください。はい、イースさん。グレイシスターさん。ネプギア、どうかしましたか？シーリーさんの修理が完了しましたので。おはようございます、マスター。シーリー、ありがとう、ネプギア。いえ、また一緒になれてよかったです。それじゃあ私他にも準備があるので。マスター、お客様です。お客？あ、バレた。センサーに反応しているので見えております。魔法、ちょうどいいですね。念のためもう一度話しておきます。もしリミッター解除を阻止することができたら、私たちはあの3人目の魔法を含めて全員が消えなければならない。
それがネプギアたちのこの世界の希望へとつながっていくはずです。そのまま追消滅したなら問題ありませんが、統合して残った場合は自ら命を絶つしかない。自ら命を絶つ、急に言われても困惑するでしょう。今すぐにとは言いません。覚悟をしておいてほしいというお話です。あなたはできてるの？覚悟。もちろんです。そのために私は常にこれを持ち歩いています。これ前に話したゲハバーンの破片です。マジェコンヌを倒し、時間移動にエネルギーを使ってもまだ力を残している。戒めのため、私が犯した罪を忘れないための代物。こことは別の時間軸で、たくさんの女神とネプギアの命を奪った刃、その破片です。いざとなったら、あなたか私か、これでその命を。それ、足も持ってる。え、ほら、これ。そんなバカな、どうしてあなたが。それにこれは力を失ってる。足がプラネティウヌで倒れていた時、意識を失ったままでもこれをずっと離さず握りしめてたって。そんなはずはありません。たとえ別の時間軸の私だとしても、そんな偶然。あなたはまさか。え、記録するの？